う桜が満開だぞ。すげえ綺麗。いいね。ここの桜は綺麗な。はい、到着。まあいつものように奥琵琶湖です。今日から2泊3日ゆっくりしたいと思います。さて。ではワンズ下ろしたいと思います。よし、やっぱドッグランがあるといいね、楽。それでは節制していきます。綺麗にしてくれてる今日。嬉しい、ありがとうございます。はい、ね、今日はキャプテンスタックの X ギア、シェルターワンルームドームっていうやつですね。5、6人用みたいです。それではこれを貼っていきたいと思います。さすが X ギア、全部アルミのポール、いいね、素晴らしい。もうめちゃめちゃいいよ。あのトンネル型なんですけどね、基本は。でもあの上にポールがこう、そこにグロメットがあって、こうポールが入るので、自立式になるんですよね。素晴らしい、いいと思うよ。いいっすね、トンネル型の自立式。上にポールが2本入って、それもあの針の調整まで効くもんね。あ、これはいいわ。広いしワンルームですけどね。でも前室が結構前までそこ張り出したら出てきよるから、いや申し分ないよこれ。アルミのポール使ってるし、いやキャプテンスタックもいいね。 X ギアっていうのを初めて、もう一幕買いましたけどね、初めて X ギア使いましたけど、いやーいいっすね、かっこいい。へー、ピンと張ったらすごいしっかりしてるわ。いや意外、もうめちゃめちゃ意外。あ、そう、これはいいな、楽しいっす。ベンチレーションは4箇所で、中の吊り下げ、中は吊り下げ式インナーなので、今から入れていきたいと思います。めっちゃ広い、177。余裕、すげえ。そういうことね。だから線がそこと向こうとで、こっちが、そこからこっちが多分前室、この間で向こうが後室になってる。だから後ろにも物を置けるよ。なるほど、そういうことか。で銀マット、グランドシートは2727なので、まあそんな感じかな。ちょっと余る感じかな。だからちょっと折り込まんとあかんかも。でも、例えば多分330ぐらいあると思うから、
うん、ちょっと跳ねてる感じかな。釣れた。巻き拾いに行ってきます。それから端材やったらくれるっていうことなので、巻きもらいに行ってきます。何、ちょっと待っててね。ほら、端材これ使っていいんだって。 ありがとうございます。いっぱいある。おまけやったら十分でしょう。そんな予算いらんでな。バンで、嬉しい。ありがとうございます。
楽しいっしょ。丸太が中抜きになったでしょ。でこの中に火を入れるとね、逆向きに入れてるからこうね、ここに火を受けてくれるわけで、ここに鍋を乗せたいのね。いただきます。熱っ、うまい。おいよ、こいしょ。やっと喋れるね。なので朝から何も食ってないねとりあえずご飯食べるわ。夜はちゃんと食べるから。今もだって設営終わって火起こししてお茶飲んだら、よいしょ、同じ時間誰もおらんからカンソロでいいけどねいいけどお腹減ったので、ちょっと先にご飯もと水漬けして、ご飯炊いて、レトルトのカレー持ってきてるから、それとで食べたいと思います。とりあえずお腹減った。おしゃ、よいしょ、多分できたので、ご飯食べよう。お腹減った。よいしょ、あ、こんな感じやろ。あ、いけてるいけてる。よし、お、美味しそうやんか。炊けてる炊けてる。おお、10言うたよいしょ。2年レトルトでも、なんで美味しそうやんか。レトルトでもすごい、なんかホテルシェフ仕立てビーフカレーなんだって。あ、ええ匂いしてるぞ。それではいただきます。美味しそう。うめえ、美味しい。お腹減ってるからめっちゃうまい。チーズメンチカツらしいけど、お、すごいやん。おいしい。チーズメンチカツうめえ。ごちそうさまでした。うまかった。あ、美味しかった。
今回も調達。ビワマス。これを食べに来たみたいなもんやな。これがめっちゃ食べたくて食べたくて、これ一回食べたらやみつきになるね。めっちゃ美味しい。よし、美味しそう。立派やなこれ、いつもながらすごいね。もう塩だけ、お塩だけ。よいしょ。毎度おなじみのビワマスでございます。最高やね、これは。美味しいわ。よし、ゆっくり炭火で焼けるよ。どうやって取ろうかな。よいしょ。おい、ほら、できたよ。よし。はい、見てこれ、すごい。もう鮭やん、今日も。いつもながら。ないで、ほんまに。うまっ。めちゃめちゃうまいな。はあ、よいしょ。うお、すげえ。なんじゃこりゃ。はいよ、次はね、若鶏のハラミなんだって。なかなかいいお値段やったな。でもハラミって書いてたからなんかすごい美味しそう。これちょっと焼いて食べたいと思います。いい感じになったろ。いいじゃん、いいじゃん。よし。はい、それではできたので、このまま、このまま食べたいと思います。おいしそう。熱そう。いただきまーす。うまい。すんごい歯ごたえあるね、これ。おいしいっすよ。へえ、ハラミってどこなんやろな。鶏のいつも丸鶏一匹焼いたりするけど、部分的にはよくわからんからな。羽とかなんかいろいろあるんでしょ。鶏も奥深いみたいな。息が白い。だいぶ冷えてきましたね。6度5度。では部屋にこもります。